ということでですね、次に歌わさせていただく曲は、やはりこの場、お借りしながら、自衛隊の皆さんに感謝の思いを心から、叫びたいと思います。皆さんも、心の中で叫びたいと思うんで、ぜひこの歌をきっかけにありがとうという思いをぜひ声を出していただけたいなと思います。この曲の中にですね、掛け声がありまして、私が自衛隊さんありがとうって言うんで、ありがとうと掛け声をかけていただけたら、なんと掛け合いの音なんで、ぜひ、向こうのお船も向こうの潜水艦にも聞こえるようにですね、ぜひ、声を出していただけたらなと思います。で、実はですね、一昨日私潜水艦見に行かせていただいたんですけど、その時に購入した今日 T シャツ着てます。ですみません、阪神基地隊の皆さんすごいお世話になってるんですけど、思いっきり横須賀ってすみません書いてるんですけれども、もちろん阪神基地隊の皆さんも素晴らしい、そして横須賀の方々も素晴らしいので、ぜひ皆さん見学楽しんでいってください。で、昨日おととい教えてもらったのがですね、この帽子、皆さん、ナルシオの潜水艦の帽子なんですけども、この帽子上にこのなんか棒がゴムがかかってるんですよ。で、このゴムを首にかけた時にこの剣が見えるんですね。見えますか？もし見えない方はぜひ買ってください。あちらに帽子、 T シャツ、タオルたくさん売ってます。ぜひいっぱい買ってください。お揃いにしましょう。で、ここに剣が見えてるんですけど、首にかけた瞬間に剣が見えて、よし、戦闘準備 OK と、戦闘準備というか、今準備 OK だぞっていうのを見せるために剣を書いてるそうです。ぜひ見に行ってください。豆知識を教えていただいて、私も伝えているっていう、そう、セコ技です。それではですね、自衛隊の皆さんに感謝の思いを込めて、心から本当に私たちの今の平和を与えてくださって、本当に本当にありがとう、自衛隊さん。自衛隊さん、ありがとう、ありがとう。
国防の意識を持っていきましょう。みんなで力を合わせば何も怖くありません。さあ、まだ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 皆さんはこれから人生歩んでいかなければなりません。そんな曲を次に歌いたいと思うんですけど、ぜひまだ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 いけるっていうちょっとポップな曲なんですけど、皆さんぜひ心の中でまだまだ俺は私はいけるんだというところを見せてください。よかったら手拍子お願いします。Thank you.
皆さん最高にロックだぜ。で、今あやきちゃんがバンザーイってしてくださったんですが、実は自衛隊のバンザーイがあります。どんなバンザーイか皆さんご存知ですかね。今とりあえずバンザーイって皆さんしてみてください。普通に、はい、あの中にはあのご存知のマニアの方がいらっしゃいますね。ですね、自衛隊ではバンザーイってこうすると降参ってなりますので、自衛隊式のバンザーイは縦なんです。あのそれをしていただくと、うん、マニアですねっていう話になります。いろんな説があるみたいですけどね。そうなの、あの前に足を一歩出すとかで、私あのみんなにあのバンザイしてみてくださいって言ったら、右足出す人から左足出す人から、どうも足は決まってないような気配ですね。あやきちゃん、もう一曲お願いできます。大丈夫？はい、ありがとうございます。はい、はい、ではお願いします。あれ、ありがとうございます。じゃあもう一曲だけ、じゃあ最後に歌わせていただきたいと思います。あの今の私終わりと完全に思っていたのですみません。ありがとうございました。本当にこうしてあの皆さんの前で歌わさせていただくのは本当に、恐縮ながら感謝の思いでいっぱいです。今日初めて出会った方もそうですし、こうやって応援してくださっている皆さんも本当に、皆さんがいるから私もしっかり頑張っていける、足を地に踏み入れて頑張っていけるというふうに思っています。最後の曲ちょっとしっとりといきたいと思うんですけども、最後の曲、会いたい、大切な人に会いたい、そんなお願いを込めて作った曲です。ぜひ皆さんも心の中で思う大切な人を思い浮かべて聴いていただきたいと思います。思いっていうのは必ず届くし、諦めなければずっと届くと思います。努力は報われないことが多いかもしれないけど、でもそれでも生きていかないといけないと思います。人っていうのは、人と人との間を生きて人間ということで、私も誰かの間を歩めるような音楽でつなげれるような、そんな存在になれたらいいなと思ってます。では最後の曲聴いていただきたいと思います。空と海の向こう。見上げた空は続く、思いも必ず届く、変わらない笑顔はきっとそこにある、必ず迎えに行くよ。
迎えに行くよ。ありがとうございます。皆さんも大切なことをしっかり大切に思い、歌詞に歩んでいってください。本当にありがとうございました。山口愛希でした。ギターの山村元子さんでした。あとこの空飛びの向こうは、今カラオケのダムに入れていただきましたので、ぜひ皆さんで一緒に歌っていただけたらと思います。あちらで物販してますので、ぜひ声かけていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。山口彩希さんでした。もう一度大きな拍手をお送りください。彩希ちゃん、ありがとう。